huh <laughs> 茂みに暮らしたたぬき梅干しはご高齢目を閉じると宿題たちの姿が見えますイメージだけが。 えーどうもの実験、まあ、早速いい言いましょう。今日の実験はこうなっています。たぬきの国葬で苦、えー、を述べようということです。きょうはあのーまあ、日本人を代表してたぬきの国葬を行うことになりました、あのー。今朝もお亡くなりになっておられました。あまりにも、あのー、お亡くなりになるので。 これはですねちょっと国を挙げて日本,日本人全員が力を出して狸を国葬すべきだと思いましたどういうふうにするか、まあ、安倍総理の国葬を、まあ、お手本にします同じぐらいの規模でやると予算は16億円ぐらいにかけてで、まあ、森に服してまあ娯楽番組などは放送しないとそうなったまた国家を斉唱すると、まあ、国家についてはあの狸の国家を斉唱しようと思っていますね これからどういう国葬を行うか、まあ、考えます。考えながらこう読んでみます。どういうふうに狸をですね、あの、無念、あまりにも無念の死でしたから。あまりにも、そうですね。もうしかも日本中で、そうなんです。それらを整理しながら、えー、まず楽曲を作り、えー、そして、まあ、狸の国歌を作り、まあ、狸国のですね、国歌を制定し、えー、国葬を取り行っていきたいと思います。えー、まず最初にはちょっとお悔やみを。 申し上げますやはり、あのー、交通事故で、まあ、お亡くなりになっておられたんですけど、うん、なんともそうですねまずはそこからですね、まあ、黙祷をしながらやっていこうと思います「君の勇姿は忘れまいアスファルトも獣道だ」え「タヌの毛皮は上等で人気があるそうです」 《うぅ》「休みたい人のうめき声」「君はとても勇敢だった」「賢かった」「善良だった」「とても善良だった」「常に周りに尽くしていた」 ただちょっとだけどんくさかっただけだタヌキを「アナグマではないアライグマでもないラスカルでもない」 キツネはセットではないと言いたいけど、セットにされてしまう。え、皆さんどうでしょうか？今はついにあのたぬきの国葬があの始まりました。厳粛な雰囲気であの式が取り行われております。 まあ、予算は16億円かけてますからまあそうですねすごい,い,いとこに使ってますえタヌキのお経があったそうでまあこのお,お経を作ったらしいですねえーまあ、世界中からですね、まあ、そういう人材を集めて会議を開いてタヌキのお経を作ったと、まあ、ここで多分5億円ぐらい予算つくっ使ったらしいです、えー、じゃあ残りの予算を使って、まあ、次の、まあ、国葬のプログラムが取り、えー、行われていきます 君たちの数は数えたことがある。一匹、二匹、三匹と、皆同じ姿でお亡くなりになっておられました。我々としても遺憾の念が絶えません。なぜこの道を改良することができなかったのか。なぜ我々は、あの、 原因を取り去ることができないのか、本当に、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいであります。日本国民を代表して、えー、まあ、哀悼の意を述べさせていただきます。はあ。 「走る姿はみんなの愛ドルきつ 顔だけ知っているヘッドライトが眩しいんじゃええー、国葬もだいぶ進んできましたあの何、ー、でしょうかね今度はあのドライブレコーダーダに 映っていた,あのたぬきの遺言が VTR が公開されましたね、えー、ヘッドライトが眩しいんじゃこれがあのたぬきの最後の、まあ、一句だったそうですうん車のライトが眩しすぎるとうんどう,どうすればいいんでしょうかねまあでもたぬきの遺言まあ本当に胸がいっぱいです 一句としても力はありますねすごい重みがある言葉です。ヘッドライトが眩しいんじゃだそうです。タヌキの遺産についてはタヌキ同士で話し合うと言っています。人間は触れてはいけないそうです。そのため踏んでさえも。 すみません。喪中につき。たぬきそばを食べることはできません。申し訳ありません。えー、国葬だいぶ続いてます。あの遺産相続について話し合ってますね。で、あの基本的にはタヌキの遺産はタヌキ同士で話し合うから、人間は一切触れたらいけないことになっています。人間はあの一切構わないことがまあ役目ですね。 だから狸が残したそのため糞糞尿でさえもあの遺産と言っていますね。絶対人間は触るなと。我々で、えー、それを楽しむというか、まあ、分配すると言っていますね。まあ、どういうことなのか。で、分、うん、かんないです。まあ、で、次は、狸、えーまあ、タヌ狸が死んだことにショックを受けて、森に服している人間のあるあるだそうです。狸あるある、まあ、そばは食べれなくなったと。 藻に服すという意味で狸ぬそばを食べないで狐うどんも思い出すから食べないって言ってますねその2つの食べ物はなんか食べれなくなるそうですあの夢中になるとですね、うん、大変ですで、ね、その夢中に服している間にあの次の狸が死ぬ可能性がありますうん恐ろしいですよだってそのぐらい連続であのお亡くなりになっておられますからだから毎月 亡くなっているところを見つけた方はですね、まあ、ずっとタヌキそばとキツネうどんは食べれないということになりますね、まあ、島根県にいたらそれになっちゃいますよね月に1回ぐらいはあのタヌキのご遺体とあのー、お会いしてしまいますから永久にキツネうどん、タヌキそば食べれない問題が発生します、うん、深刻なことになってきました、えー、まだまだ葬儀は続きます えところで話は変わりますが、えー、最近だとあの、BMSG ですね。やっぱ調べていくとどんどんハマっていって、まあ、今ちょっとハマってます。基本的には、あのー、創業者のスカイハイさんが作り上げた世界ですね。芸能プロダクション。あそこって社長がめちゃくちゃ若いと。で、またイケメンと。まあ、社長のカラーですね。なんとなく、まあ、ラッパーが社長ですから、その辺からですね、ちょっとツボですね。 そもそもラッパーですよとトップがえー、狙い目がなんかこうまあ、ちょっとやんちゃ系ですよねえー、でそのカラーで集まってきている人材ですからどことなくまあ、ちょっとフリースタイルですね人生のフリースタイルと言ったらいいか、まあ、そういう人間が集まってくるような感じもしますねなんとなくな正統派とか優等生とかっていう感じじゃなくてちょっとあの フリーなやつら、そうですね、多分そういう人たちが集まるんでしょう。それ BMSG。なんかですね、で、まあいい感じで人材集まってますね。b ファーストをとりあえず今押さえましたけど、他にも面白いキャラがいっぱいいると。で、まだ若い会社ですから、さらに、まあ今回の b ファーストの成功で、多分、なんとなくですね、そういうやっぱ人材集まる気がしますね。で、日本人ラッパーといえば BMSG ですよと。 あ、そういう時代来るような気がします。あの、一番いい事務所ですね。なんというかですね。あの、バキのアニメのオープニングとエンディングを両方、この BMSG が担当していると。その辺もちょっといい感じでした。えー、まだまだ、あのー、調べるところです。BMSG フェスティバル、これも大盛況だったそうですね。あのー、基本的には、行けないから残念ですけど、 でできればですね、これ YouTube 上にある程度上げてくれるといいかなって気もするけどもしかしたら検索したら出てくるかもしれないですね。BMSG のフェスティバルそのラップ動画もまためちゃくちゃ良かったですから今めちゃくちゃいいのが出てますあの両輝俊斗ともう一人謎のラッパーがいるとこれもすごい良かったですちょっと BMSG の影響を受けながら今後の放送も考えたいと思います たぬきたぬきポンポコリーンたぬき諸君君たちは永遠だ君たちは星になったあの星がたぬき銀河だ。 えどうでしょうかものすごい、あの、テレビ局も次第に来て、ついに、あの、キの国葬のフィナーレを迎えました。最後は、あの、国歌斉唱でしたね。あのー、謎の国歌斉唱。あれがキ国では全員でやるらしいですね、うん。よくわかんない歌でしたけど、セリフは3つしかないです。狸、タヌキ、ポンポコリーンだそうですね。その国歌斉唱が終わった後は、ついにフィナーレ。まあ、私が、あの、キ大臣としてですね。 まあこの国の全ての狸に関することをつかさどってますから、まあ、狸大臣の最後の、まあまあ、なんていうかですね送る言葉ですね送る言葉、まあ、永遠にということで星を見た時にあれは狸の星だと、うん、あれは狸銀河だと、えー、先に行ってしまった狸だからこそ、まあ、銀河になれる可能性があると。 えー、だからどうしてもずっと忘れない。えー、と思っているうちに、まあ、また何日かしたらですね、もしかしたらまた葬儀を行う可能性が高いです。今日お亡くなりになられたたぬきとまた同じような状況で、まあ、お亡くなりになられると。まあ、ダントツですからね、たぬきは。その次行くのは、まあ、誰なのか。たぬきの次は難しいです。 まあ野良猫も結構お亡くなりになっておられますよね。まあでもキの日じゃないですけど。あとは結構鳥がたまに死んで、なんちゅうかなくなっておられることもある。まあ、やっぱキは他の動物の多分5倍ぐらいはまあお亡くなりになっておられるかと思われます。まあ、私のこの住んでる島根県ではあそうみたいです。だから他の動物の、あ、でも、 他の動物は合わせてですから他の動物たち合わせてタヌキの方が5倍死んでいるということ、えー、だから普通の動物の、まあ、100倍ぐらいお亡くなりになっておられるかなとは思われます個体数に対してです、ね、タヌキだけ圧倒的にちょっとあまりにもあの交通事故にあのー、あっておられます日本警察もですねこれ話題にするべきなのかとか、まあ、警察の人はむしろ 話題にしてるんでしょう、ね、多分警察就職したらですね、たぬき問題は絶対浮上すると思いますね。これだけお亡くなりになっておられると、まあ、どうするかなんですけど、まあ、やっぱりたぬきの葬儀はですね、まあ、国を挙げて行うべきかと。日本中どこもかしこ、もたぬきのお墓を建ててですね、たぬき葬儀を行うのがもう一般化すると。どの町内に行ってもたぬきのお墓が建ってると。 みんなタヌキの葬式の話ばっかりするとあの。そういう国の方がちょっと個人的には好きですね。小学生の頃からタヌキの葬式のことを、まあ、先生が話し合うと。タヌキがお亡くなりになられたらみんなで葬式をして、まあ、森に服しましょうと、まあ。そんな話題ばっかりです。そこの義務教育、義務教育でもうそんなこと喋っています、まあ。日本がそんな国になってもいいんじゃないかとまあ思っています。 えー、じゃあ一応これで終わりましょうかまだ何か浮かんでくるかもしれませんけどとりあえずこれであのタヌキの国葬を終わらせていただきます、まあ、思うところは義務教育の段階でタヌキの葬式については、まあ、話し合うとどうするかですねその亡くなられた日にはみんなで忍ぼうということです、えー、じゃあこれでちょっと一旦終わります バンパーが痛すぎるんじゃ。